大相撲名古屋場所を前に、日本相撲協会の親方衆と同協会を支援する相撲愛好家団体、たまり会、との渾身ゴルフが29日、愛知県豊田市のナムサンクリエイティブコモンズで行われました。同協会からは、八角理事長や、屋場所担当部長の出羽の海を親方ら17人の親方が参加しました。 コロナ禍による中止を挟み4年ぶりの開催でした。午前中は雨でしたが、午後からは天気が良くなり、日本相撲協会の部では、中立親方がグロス79、ネット74、2で優勝しました。4年前に続く連覇で4度目の優勝を果たした中立親方は、大きなミスがなかった。 パッティングが入ってくれてパワーを拾えた、と話しました。ベストグロスも中立親方が受賞しました。八角理事長は5位。出羽の海親方は9位でした。谷町からのご祝儀が目的だ様子も取り入りの、ごっつ案を退出は、力士を辞めても変わらないよ。どうぞ教会を叩いてください、という記事かな。 こんな記事で、誰も、楽しそう、とか、親方や理事も息抜きは大事ですね。ってなるわけないや。やふこめだよ、笑い。のんきなトロイ理事長だな。でも、これくらい、脳天気のタリンの方が良いかもね。こんだけ不祥事だらけでも何にも感じてないんだから、ある意味人でなし最強最高です。 嫌み節。もちろん握ってますよね。日本相撲協会は23日、東京、両国国技館で理事会を開き、道の久部屋の幕下以下、力士が弟弟子に対して暴力行為を行ったことに関する処分を決定しました。道の区親方は、報酬減額20%。 3ヶ月の懲戒処分となり、さらに事業部長を辞任しました。加害者力士は引退済みで、引退勧告相当と確認されました。今年の年明けに、部屋のちゃんこ上で力士 A が道のく親方に暴行を受けたと報告されました。A は手剣で顔を複数回殴られ、 さらに左大腿部に3回膝蹴りを受けました。この件について、道のく親方は、監督としての立場から B を監督すべきだったが、監督を怠ったために暴力禁止規定に違反したとされ、懲罰処分の対象となると結論付けられました。一方、B は、自ら引退届を提出したため、 懲戒処分の対象ではないが、引退勧告の処分案が妥当と判断されました。しかし、この一件に対する相撲協会の対応は遅れており、力士 A が最初に道の区親方に被害を訴えたのは今年の1月上旬であり、処分の決定までに半年近くかかりました。初期の段階では、 道の公親方から報告を受けた花籠コンプライアンス部長が兄弟喧嘩みたいなものだろうから、まずは部屋で対処するように都市自治、八角理事長にも報告していませんでした。柴田山広報部長は週刊誌に出たということで、そういった問題にはきちんと対応しなければならないという意見がありました。 このような事態が起きた場合は、迅速に対応していく必要があります。と説明しました。確かに、報道選考で、協会の対応が後手、後手になったのは表題の通りだが、伊勢が浜さんが、1月に、ほぼ同様の問題で、理事辞任直後にこれが出ただけに、通常は、理事長を含めり事定員10人、うち3人は、 各地方場所担当、で内勤でない残る内勤理事長の族と6人中2人、しかも事業部長と番付。取組編成担当の審判部長、同時に失脚になると協会運営自体が立ち行かなくなる危機だったのでという事情が大きかっただろう。コンプライアンス部長、元関脇太子こと吹山が、兄弟喧嘩みたいなものだろうから、 まずは部屋で対処するように、と指示し。八角理事長、元横綱北東見、への報告もしていなかった。早い話が面倒なことは自分たちだけで解決しろ。俺は知らない。という対応。人間性を疑うよ。問題が表に出てから処分が猶予上するまで。約六ヶ月。 場所中には何もしない。できない。道のく親方の処分も軽い。伊勢ヶ浜親方の処分を比べると軽い感じがする。この部屋は問題ありすぎる。過去にも暴力や八百相撲で何人も弟子が処分されている。師匠のガバナンスに問題があるとしか言いようがない。一回だけなら 原稿で済ませるものだが、普通の顔も三度まで、もう指導者から退いた方が良いのではないかな。道の区部屋の指導は各竜だけでも回るよ。教会の発表によると、加害者 B は弟で死刑が普段から洗濯などの部屋の仕事を行えず、口頭で指導しても改善が見られなかったことから、 A の方を握りこぶして殴るなと暴力を繰り返していた。昨年暮れの道の久部屋の大掃除の際には、A が B の指示とは異なる片付けをしたことに腹を立て、A の背中や足を縄跳び用のロープで数回叩いたほか、脇腹を握りこぶしで数回殴打する暴行を加えた。みんな A と同じことできる。 人の言うことは聞かず協調性もない。周りを困らせ自己主張だけ行う。A の悪態をきちんと公にしていい。そこを含めて議論しないと改善はない。時代に合わせて。コンプライアンスってすぐに言うけど。小さく言えばある家の何々家ではこんな珍しい家訓とか。しきたりがある。 相撲においても昔からある仕た体。暗黙の了解が少なからずあるのではないか。それを知らない奴が今の時代に合わせて、被害者の言葉だけ聞いて暴力って言ってる気がしてならない。マイノリティに気を使いすぎじゃないのかね。どっちが理不尽なのか疑いたくなる。兄弟喧嘩みたいなもの、といったのは、 道のく親方か,かと思っていたら、花かや親方だったのか、師匠がすぐに報告していたとしたら、半年も対応を遅らせたコンプライアンス部長の責任は重い。今回は被害者を受けた力士が名前とかを公表して告訴告発するに至っています。これまでも何度も部屋での暴力行為があり、 その対応が問題になってきたのに。コンプライアンス部長の口から、兄弟喧嘩、などという言葉が出るとは信じられません。普通は監督責任で理事辞任相当なのに。道のく親方は、事業部長だけ、辞任で理事は辞めていないようですね。同じ監督責任でも、協会ナンバー2と戸様理事では、 処分の差が大きいようで何よりです。道の子親方が弟子に舐められているのが一番の原因だろう。弟弟子の不手際が目に余るようだった普通は暴力に訴えずに親方に相談するだろう。しかし、引退した力士はそうしなかった。親方自身が信頼されていないから相談しなかったのか。ただ、 単にストレス発散のための暴力だったのかはわからないが、親方の言いつけを守らずに暴力を振るったのは、親方をなめてる証拠。現役時代の優しそう。良い人そう、敵なイメージが今も付きまとう、今の時代にはマッチした親方だとは思うのだが、やはり親方衆は、 昔ながらの厳しさを全面に出さなくてはダメなのだろうか。霧馬山が大関に昇進したが、個人的には、実際に強く育てたのは、道の句親方ではなく各竜だと思っている。個人的には、道の句親方、好きなんだけどナンバーにって器ではないと思うよ。相撲協会は高野花騒動以降、 死去や失脚で完全な人材不足に陥ってますね。一相撲ファンだが、全くもって腹立たしいの一言だね。霧馬山の大関昇進に、あや、つけられたくなかったんだろうが。先場所中は、知らぬ存全、で場所が終われば、加害者は引退しました。親方原宝です。でちゃんちゃんなんですね。 こんなことが何時まで許されるのか。相撲協会って、本当に平和な組織だよ。映画被害を申告した初期の段階では、道の区親方から報告を受けた花籠コンプライアンス部長、元関脇ふとしことぶき山が、兄弟喧嘩みたいなものだろうから、まずは部屋で対処するように、都市自治。八角理事長、 元横綱北東見、への報告もしていなかった。このことだけで、花籠もコンプライアンス部長として不適格であることは明らかであり。